インバニホイダイ駅は、千葉県印西市ジャックハギ一丁目にある、北総鉄道、京成電鉄の駅である。関東の駅百選に選定されている。千葉ニュータウンの最東部に位置する、インバニホイダイ地区の玄関口である。北総鉄道北総線と、京成成田空港線が乗り入れているが、両線は当駅から京成高砂駅まで施設を、共用し、成田スカイアクセス線列車として、 スカイライナーとアクセス特急が、北総線列車として、特急、急行、普通がそれぞれ運行され、実用上は同一の路線のような形で、運用されている。ただし当駅を含む区間においては、北総鉄道、京成電鉄とも線路を保有しない、第二種鉄道事業者となっており、線路を保有している、第三種鉄道事業者は、臨済牧之原駅方が、千葉ニュータウン鉄道、 成田湯川駅方は成田高速鉄道アクセスである。また成田高速鉄道アクセスが保有する区間には北総線列車は乗り入れないため北総線としては当駅が終点となる。よって成田湯川方へは成田スカイアクセス線列車のみが乗り入れる。北総鉄道と京成電鉄の共同使用駅であるが北総鉄道が駅業務を担当する。駅番号は 北総鉄道に対しての未付与されており、HS14 である。千葉ニュータウンの計画当初、都営地下鉄新宿線の延伸線として、元谷田駅から東駅まで、千葉県営鉄道北千葉線の建設が計画されていた。松虫寺駅名に、陰馬日本医大とあるが、日本医科大学のキャンパスがあるのではなく、付属病院である。 日本医科大学千葉北総病院があることからこの名が付けられている。なお、学校としては日本医科大学看護専門学校が所在する。また、当初の計画では近隣の地名に由来して駅の歌唱をイマツ松虫としていたこともあり、副駅名として松虫姫と格好書きで付与されている。当駅から成田空港駅までのルートである成田スカイアクセスが 成田高速鉄道アクセスによって建設され、2010年3月までに観光した。同年3月25日から新線区間において試運転を行い、7月17日に開業した。開業後、AE 型スカイライナーは新線区間で最高速度時速160キロメートル運転、北総線との共用区間である、 当駅京成高佐護駅間は最高速度時速 130km 運転を実施し、日暮里駅空港第2ビル駅間を最速36分で運行する。当駅から成田空港駅までの新線区間は京成成田空港線のみが運行され、北総線は従来通りあたり駅で高佐護方面に折り返される。これに関連し、2007年末には、 東側の内側2線に折り返し線が設置された。この2線には乗務員に発車承認を合図する発車ベル装置が取り付けられており、折り返し列車は入れ替え信号の開通の後、この発車承認合図のベルの明動を確認して、上り本線へと進入することができる。発車承認合図の発車ベル装置が取り付けられているのは、この他にも成り空港線のネゴや信号場が存在する。 堀割内に位置し、島式ホーム一面二線を有する地上駅で、京上駅舎を有している。日本の駅としては珍しく、駅舎に展望台がある。当駅が開業した日などに、一般公開されたことがあるが、通常はされていない。展望台へ続く階段は改札内のコンコースにあり、その横に待合スペースが設置されている。独特の外観から、 関東の駅100線に選ばれている。2008年4月15日には、成田空港方面延伸に伴う線路切り替え工事が行われ、同日から当駅を発車する列車は、すべて1番線を使用し、2番線は、当分の間到着専用となった。2010年7月17日のダイヤ改正における、京成成田空港線開業に伴い、2番線は、 成田空港方面ホームとなり、発車票は改札内コンコースとホームに各2機が設置された。上降人員は北総線15駅中11位で増加傾向にあるものの特急停車駅としては小室駅に次ぎ少ない。開業以降の1日平均上降乗車人員の推移は下記の通り、駅周辺は千葉ニュータウン、井庭の地区として、 マンションや住宅が造成されているが、造成地区域を外れると自然が残る。周辺の商業施設は、ロードサイド店舗が中心となっており、当駅に並行する国道464号の平行高規格道路として、北千葉道路が建設されている。駅前には、東横院が建設予定である。日本医科大学千葉北総病院院売以機械。 歴史資料館日本以下大学館後、専門学校駅前ロータリー2001年2月にリリースされたスーパーベル Z のシングルモーターマンボリューム3000台編景品急行に収録されているモーターマン景品急行 VVVF において当駅名が歌詞の中に登場する。なお歌の舞台は三崎口発着があるロングラン列車乗り入れ先の京急本線である。 特急と普通は当駅発着。急行は当駅にのみの下りのみ運転。ありがとうございます。